前世というふうなものはこのカヨハヨっていう湯虫入浴を日本に伝えた、この第一人者京都大学の名誉教授だった人なんですけども、名誉教授だった人なんですけども、この人はこの意識下にさまざまな人格が存在するんですよっていうのをですね、発表したと。で、ところがなぜ存在するかは分かんないんだけども、現代科学では存在はしてるんですよと。で、この部分の、情報をですね、受け取るのが年齢対抗療法と。で、こっちの部分の情報を受け取るのが前世療法、過去性回帰療法というものですよということなんですね。ほんで、実際にこっちの部分の情報が表面識、情報を表面識に上げると、時代も国も、性別もですね、違うようなのが出てくると。だから昔の人はこれを前世療法というふうに呼んだんですけども、この人格じゃなくて、この人格からの情報、それからまたこっちの人格からの情報を出してあげると、また別の前世というような感じで感じると。で、このところの、私たちはこの表面識か、潜在意識の中にあるこういった性格のデータで自分自身のこの性格のデータ、この全体で自分自身の性格形成をしているので、ここだけ癒してもですね、片手落ちである。だからこういったところを癒す手段としての前世療法があるんです。だから前世っていうのは本当にあるかないかっていうのは脇に置いておいても、前世療法っていう手段でこの人格っていうのも癒してあげられると。で、ところがなぜこういうのができたか分かんないんで、もしかしたら前世が本当に あったのかもしれないと。じゃあもし前世があったとしたらどんな形であるんだろうかというので、この話になりましてですね、魂というのがあるとすると、魂はこの人生のプログラムを携えて現在の私の肉体、私たちの肉体の中に入ってきてですね、このプログラムの通りに我々は動いているわけですね。ですから、いろんなことを悩んだりなんかするのはですね、この魂が例えばロールプレインゲームだとすると、魂がロールプレインゲームのコントローラーを握っていてですね、でこのプログラムを楽しんでいると。でその結果、画面に映らされているのが今の我々なんだけども、この ロールプレインゲームがですね、非常に高性能で今の我々に自由視を与えているとかって感じなんですね。それなんで実際はこの魂が操作しているんだけども、自分がいろいろやっているように思ってですね、いろいろ思い悩むと魂の成長がこのところで加速されるというふうな感じなんですね。でも楽しい人生を送ってもですね、自分自身がこのロールプレインゲームの画面上に現れているこの現在の自分自身がですね、こういったことに気がついて自分もっと楽しい道を通るんだっていうようなことをしてもですね、魂としては成長が加速されるんですね。ですから、早くこういったこの魂がそのコントローラーを握ってんだというふうなことに気がついて、魂にリクエストができるぐらいの意識状態になっていくというのはですね、重要になってくるんですよね。これでこの魂のですね、ことを考えてみると、善人ばっかりやってると善悪の区別がつかるなんて合格にもやると、女性ばっかりやってると男女のことが分かってしまうので男性もやると、エスプシンばっかりやってると他の国の人のことが分かってしまうのでアメリカ人もやると、凡人ばっかりやってるとつまんないんで有名人もやるとかっていうふうな感じになってるんで、前世療法をしたときにいろんな、自分が出てき、過去世の自分が出てきてもですね、このいいとか悪いとかですね、思わなくてもいいんですよと。こういったことをおしなべてやってるんで、魂が成長してるんですよって感じですね。で、前世療法をやると とても楽しいことが分かって、例えばお父さんが、自分をですね、思いっきりいじめると、なんでお父さんとこんなに私のことをいじめるのとかと思って前世療法をしてみると、ああ敵対してるな。だから前世療法をしてこの部分を外してしまえばお父さんと仲直りになる。で、恋人、初めて会ったのに昔から恋人のような気がするといった場合には、前世療法をしてるとですね、奥さんだったかと。でも前世で奥さんだったから仲の良い夫婦をやってるかというとそうではないと。このネガティブの部分を外してあげればですね、仲の良い、夫婦関係に発展をすることができると。だから今世の上司、ガミ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 うるさいと、どうしてこんなにガミガミうるさいんだろうかと思ってみると、前世でですね、ガミガミうるさいと。で、この神子親父のですね、想念の人間を外してあげればですね、このところで仲の良い部下と上司部下の関係ができるというふうな感じで、実にですね、この前世療法というのに役に立つんですよね。で、その前世療法をやった後、この最後の人生の目的なんですけども、例えば魂につながってしまうって結構すごいと思いますね。魂につながって、で、この魂の経過の段階に戻り、今世の目的とその実行方法を知る。だから今世の目的だけ知ってもですね、どうやってやったら自分の好きなところに行けるのかっていうのを
せ自分はこんなに苦しんでおられるのかって思って終わっちゃいますんでですね、苦しまなくてもいいんですよと。魂は肉体を持つ前にその肉体でどのようなことをするのかあらかじめ決めてきていると。これが運命なんですが、だからこのこれですよね、この人生のプログラムというそう思ってるわけなんですけども、で、これはですね、実は限定されたこの一本道のようなものじゃなくて多くの選択肢の集まりなんだと。まるで十分ぐらいのものにたくさんあってですね、それでこの15年の葉っていうのをどうやって作ったかっていうと、魂は前世をも含め人の多くの魂との間で今世どのようにつながりを持つか綿密に計画してきている。計画の結果がこれなんですよね。ですからこの催眠療法でこの人生の目的というところに行くと、お父さんとの間でどんな運命の約束をしてきているか、魂の約束をしているか、お母さんとの間でどんな約束をしているか、それからこれまでに出会っていろんな人との間でどんな約束をしているんだ、だからこれまで、まあ、これから出会うあの人たちの間でどんな約束をしているんだというふうなものをですね、知ることがあるんですよね。で、そういうふうなことを知ったら、結局運命の人っていうと未来に出会う旦那さんとか、とか未来の子供とか、あの仕事のパートナーとか、そういった人たちのことが分かるんですね。で、そうすると、あ、幸せな結婚をするとしたらこんな相手がいるんだっていうことに気がつくわけですね。で、その時にどこにいたら会えるのと。今はこの道を通っているんで、不幸にも離婚をしてしまったんだけど、それがなんかなかなか結婚する気もならなかったんだけど、こっちの方に移れば、まあ、素敵な人はこのところにいてですね、この人と一緒にやっていって、あのこんなこの素敵な家族は持てるとかっていう感じになるとですね、じゃあここに移る方法ってのはどうやってやるんだというふうなのも、この人生の目的のところですね、分かるんですね。で、この移る方法がこの実行方法っていうわけですね。ですからこういうのが分かっちゃうっていうのはですね、結構いいと思いますよね。